南地区から見た米軍ヘリポート、青山公園は東京都港区にある都立公園である。公園は南地区と北地区というお互いに500メートル以上離れた2地区に分かれている。北地区は港区が管理する青葉公園と入り組んでいる。急に本陸軍兵舎の射撃場跡地を公園として整備したもの。道路沿いの西側には球技用フェンスで囲まれた。 運動場が広がる。東側は道路側より一段高くなっているが、大部分が赤坂プレスセンターの在日米軍ヘリポートに占有されており、遊具や設備は設置されていない。園内北東の高台には展望台と麻布台解雇費が設置されており、隣接する在日米軍ヘリポートを一望できる。1958年に在日米軍が接収解除した。 旧日本陸軍不評第三連隊兵舎敷地の西側を東京都が公園として整備し1970年に開園した。園内の麻布大解雇費はかつて同地に駐留していた不評第三連隊とこの F 不評第五連隊の関係者有志により1987年8月13日に混流された。なお、現在は 旧変社敷地の東側に国立新美術館と政策研究大学院大学が立ち、旧変社の一部が国立新美術館別館として保存されている。1984年から南地区の一部が在日米軍赤坂プレスセンターのヘリポートに占有されている。環状3号線六本木トンネルの工事に伴い、 一時的に隣接する青山公園の敷地四千三百平方メートルを借用して設置したものだが九百九十三年に工事が完了した後の米軍は周囲のビルが高層化して危険であると主張して返還しなかった二千七年一月十二日に東京都は臨時ヘリポートの返還に変えて大体の公園用地四千七百平方メートルの 返還と緊急、災害時のヘリポート共同使用を条件に解決を図ることを発表した。4月23日に日米合同委員会で代替地の返還合意がなされた。返還されるのは国立新美術館と環状3号線に挟まれた敷地で青山公園の一部として追加整備される予定である。港区と市民団体は 不法占領部分そのものの返還を要求し続けている。年表引上げ者住宅の跡地を整備した公園で、別名は東京都南青山一丁目広場。周辺は東京都住宅供給公社が委託管理する都営住宅地で、公園の敷地はこれらの宅地を取り囲む複雑な形状をしている。遊具は隣接する港区立青葉公園内に設置されている。 南地区、北地区、いずれも東京都道319号環状3号線沿い。南地区、北地区。ありがとうございます。